笠岡笠岡は、岡山県笠岡市にある大技である。かつての小田郡笠岡村に相当する。なお、当地より分割し設置された、中央町も、歴史的一体性を考慮して、本校で説明する。笠岡オカ及び中央町は、同市の市役所や笠岡駅などが立地する同士の中心市街地である。また、港町であり、大仙院や笠神社などの寺社が多く、 門前町としての歴史も持ち、近世には、天領として、笠岡大館所が設置され、その陣屋町ともなった。さらに、明治時代には、小田県、深津県の県庁所在地や小田郡役所の所在地にも、なった。郵便番号は、笠岡が郵便番号714-0081、笠岡郵便局管区、中央町が郵便番号714-0088、 笠岡郵便局管区。人口は、笠岡が6403人、男性2985人、女性3418人、中央町が936人、男性421人、女性515人、総計で7339人、男性3406人、女性3933人。世帯数は、笠岡が百六十七世帯。 中央町が426世帯、総計で3393世帯、いずれも平成23年現在。面積は、笠岡が6.20平方キロメートル、中央町が0.12平方キロメートル、総面積では6.32平方キロメートル、市のほぼ中央にあり、南方は笠岡湾に面し、それ以外の三方を山地に囲まれた、戦場地である。 かつては、香川県西部の両校多度津と結ばれ四国連絡の一つの基地になっていた。以前は、笠岡港から笠岡諸島に寄港して多度津までを往復する航路があったが、現在は、笠岡港から笠岡諸島に寄港する山陽汽船の定期航路がある。山陽本線が東西に通過し、当地に笠岡駅が所在し、駅前商店街が形成されている。 笠岡には、大磯、福子市、宮所の、浜田、仁王堂、本町、住吉、西本町東、西本町西、青樹城、川辺や南、川辺や北、追分け、戸の川北、戸の川南の地区がある、中央町のく。この地は、和名類樹章に乗る織田軍魚なぎさ里に属したとされ、古い土地柄である。町の背後には、 神宮古豪を立ち寄りの伝説を残す笠目山があり、笠岡の地名はこれに由来するとも言われ、山麓に笠神社を祀っている。この山は大神山とも称し、笠岡諸島の海景を見渡す優れた展望台として国の名称に指定されている。なお、地名の由来の多説として古く、 備中国で勢力を持った豪族であった笠新氏に、ゆかりがある地であることを由来とする説がある。港町としての歴史は古く、少なくとも南北朝期には、笠岡に、港町ができていたと伝わる。南北朝時代の頃は、地方の豪族の須山氏が勢力を張っていたが、やがて、貧乏国の水軍村上氏が進出してきて、笠岡に、笠岡城を、追記、現。 古城山下。ついで、毛利氏の支配下に入る。慶長五年、1600年、関ヶ原の戦いの後、幕府領となり備中松山の大官、小堀氏の管理下に置かれた。玄奈三年、1617年、池田長吉が松山城主になるとその所領に入る。玄奈五年、六百十九年から元六十一年、百九十八年まで、 ビンゴ福山城主水野家の最地となり、水野市女風後は、幕府領に服し、大干所を置いてこの地方の天領を管轄した。天保年間に、倉敷大干所の参加となる、で、張大干所に改められた。江戸時代初期には、笠岡港は、河口裏としての性格を持ち、また、物資の集散地としても栄えた。大干所の陣屋町。 大船員などの自社の門前町としても機能し、南備中西部の主要都市として大いに賑わいを見せた。備中村間では、笠岡村の国高は985国三と5省であった。慶応4年、明治元年1月27日、1868年2月20日、笠岡大館所は、芸州半沈部方に引き渡し、明治に改まるとこの地方は、 倉敷県の所管に入った。明治5年、1872年3月、県が整理統合されて、新たに、復活県が設置され、県庁を旧笠岡大館所に置き、備中と貧乏六軍を所管とした。同年6月5日、県名を県庁所在軍にちなんで、小田県と解消。1875年、明治8年12月24日に、小田県が、 岡山県に統合される。それまで数年の期間であったが、笠岡は県庁所在地として地方の行政上の中心都市として基礎を作った。1878年、明治11年には小田組役所が置かれ、1886年、明治19年には玉島警察署笠岡文書が独立して笠岡警察署に昇格。1889年、 明治22年6月1日の町村政志向にあたり、東隣の富岡村と合併して新たな笠岡村となり、当地に村役場を置く。1891年、明治24年7月14日、山陽鉄道、現、山陽本線が当地まで延長して、笠岡駅を置き、海陸交通の要衝を占めることとなる。同年十月二十三日、調整を施行して、 笠岡町となった。1908年、明治41年になると築工工事を開始、古城山から土砂を取って住吉神社東方一帯を埋め立て、東西から長大な防波堤を築き出して安全な内港を作り、1910年、明治43年に完成した。その後も海面の埋め立てを続行、1935年、昭和10年には、 近代港湾としての大規模な改修工事が行われた。1952年、昭和27年4月1日、西隣の金保町と合併して、市政を施行、笠岡に市役所を置く。その後、近年になって、笠岡駅周辺の市街化した区域を新たな大技、中央町として分離区分した。また、東地北部と古代来、その位にまたがる地に、 新興住宅団地、春日台団地が造成され、その範囲を春日台として分離区分した。合併前の笠岡町は、1951年、昭和26年現在、面積15.19平方キロメートル、だ146ヘクタール、畑347ヘクタール、人口22006人、世帯数5103であった。 普通農産物の他に切りげた、家具、麦わら帽子、織物、梨、桃、果実缶詰などを特産とした。現在はいずれも衰退し、商業が主な産業となっている。また、笠神社、新言州大仙院、同館商院、同岸商院、同返上寺、同西明院、同南商院、同地福院、同林光院、日蓮衆海尾乗寺、相当衆伊徳寺、 新州上新寺、浄土州関禅寺、道少年寺、現在廃寺、ともみつ寺、道樹聖院、道源忠だ寺など寺社が多い。大館所跡、県庁跡、原笠岡市立笠岡小学校の南面は、寺町の一区を作っている。さらに王神山、国名所、返上寺田方等、県十分、道寺本昇、県十分、古城山公園など名所が少なくない。 地名の由来には諸説ある。前述のように当地にある笠目山、王神山に由来するとする説、もしくは、備中国で勢力を持った豪族の笠神士に由来とされる説、また、笠神社が鎮座していることに由来する説もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。